これより、えにし君の耳かきをしたいと思います。ベケベンベンベンベケベンベンベン自撮りでございます。なんか耳がかゆいっていうこと。どうしたと？どうしたと？耳痛い。耳が痛いと？やばいな。ということで今インカメなんで、ちょっとアウトカメラに変えます。どっちの耳があれ痛いと？そっちが痛いと？よし。ちょっと耳の中に行っていこう。この角度で、今日はね、ちょっと綿棒でもう中綺麗に取っちゃうわけね。よし。痛くない。痛くないようにするけど。えにか、いっつもこしょば言うな。あ、ちょっと待って、いきなりちょっとマジで。えにし、いきなしやん。ちょっと待って待って。ちょっととりあえず、ちょっと一回ゴロンして。ちょっと待って。ちょっと待って。あ、えにきやね。えにし、おるわ。結局立てればよかったのに。中田と？えにしおるわ。マジで。やばい。中おる。ちょっと待って。どうか？マジ。あ、ママ持ってくれる？ありがとう。よし。ビヨンビヨンしよったな。ちょっとこっち。俺がこっちに来よう。と。よし、えにそのまましとけ。行くぜ。このまま。いきなりよ。わ、なんかね、カサカサいっぱいある。乾燥しとんけ。よしよ。このままこの上に。なんかおる見てほら、わかる？おるのわかる？ちょっと多分これごっそり取れると思う。また笑うで。えにし絶対笑う。ほら見てね。これ新しいタイプの耳かき。そうスパイラルとあれいやね、そんな笑かすやつじゃないんで。ほら乾燥しよう。ほらちょっとこの粉やな。いいよ、これ置いとこう。よし。いや、ちょっと。あ、なんか出てきようだ。えにくん。取れるね。スパイラルがいいんかな。スパイラルと。あー。いや、えにくん。あ、ちょっと待って、やばいって。いや、これやば。これ繋がっちゃったらだいたい1センチぐらいあるで。わ。ちょっと待って。ちょっといいけ。へやない。感心せんでいいけ。ちょっとこれもして。逆もいこう。ちょっとここは。あ、こっちは意外と。ちょっと待って、こっちにもおる。あ、やばいかもしれん、こっち。こっちは笑わんやろ。嘘やろ。あ、おった。あ、これやばい。おった。これちょっと待って、やばい。ちょっとやばい。いや、本気でやばいやつ取れた。え、これやばない？カメラで見たかったとかない？めっちゃ見たかった。でっか。ちょっと久しぶりすぎてさ、ちょっと今大きすぎたな。今痛かったな。ゴリッてたね。分かった。ちょっと待って。でかかったけど笑うかな。もう笑わんやん。ちょっと待って、誰がおるん？誰かこちょくりようやろ、耳の中。絶対誰かおるで。ちょっといやもう今日はもうタブレット充電がないけんね。もうこのままいく。ちょっと待って。このままそうゴロンせ。であと1個だけあるわ。ここ絶対もう笑わんでよ。もう笑わないでね。取れた。やばい、取れた。えにし君取れた。嘘。ちょっとマジでからっつった。バレてた。おいで。ちょっとあるんやけどこれ。ちょっとわからんよ。ここえにくんとこ取らして。もうマジ取れそうだやからやらしてって。何がそんな面白い。天皇って耳かきもレアやけ。そんな来る。あ、でも分かる気がする。人からやられよったらちょっとこちょばいかもしれんな。天皇はね、リクね。気持ちいいよ。ああ、おもろい。やっぱこの間書いたけ。ああ、こちょばい。分かるわ。わかる、この綿棒、こちょばいい人、自分でやってもこちょばいい人おる。これわかるわ。めっちゃすごいの取れたわ。これ綿棒でこちょばいいってわかる人はコメントください。わかる気がする。わかる気がする。えにしの感じわかる。ねえよねえよ今。お、逃げるな逃げるな。こっちこっちこっち。いや、ちょっとあとでもう一回こっちやらせて、大きいのがちょっとあったと笑わんでね。かわいいってなんでしょうね。こんな笑う子おる。ちょっとお母さんとかお父さんで私の子こんなに笑いますっていう子いたらコメントください。綿棒の時めちゃくちゃ笑うみたいな。本当に軽くやって、もうちっちゃいおじちゃんおらんと思うけど笑わんと思うけど大丈夫ね。あ、もう来ないよね。こちょばい。ギブアップ。うん、もう大丈夫。こちょばい。はい、ということで、久しぶりにね、えにし君の書きましたけども、かなりすごいの撮れましたね。ほんまに。びっくりした、えにし君。すっきりした?すっきりした。何がそう笑かせるやつ?なんかおる?耳におる?綿棒。なんかおじちゃんがなんかおる。ちっちゃいおじちゃんがなんか。綿棒がなんか細い。なんでそんな、なんでそんな笑う？キラキラそんな笑う？なんかゴソゴソってなる？耳たまるの早い。いや、子供ってめちゃくちゃ早い。耳の先生に聞いたら、本当にたまる子は2週間に1遍ぐらい。結構たまる。あと耳がなんかじめってる子とか、中耳炎持ちの子とかもなんかおって、なんか湿気があったりとか。でも基本、なんか風呂上がりに結構やった方が、なんか、まとまっとるで、いいっていうね、聞いたことあるね。どれと、綺麗です。うちも、ちょっと、どう見てみる？ここへ出てる。こっちも。こっちも。聞こえる？気持ち悪いです。はい、ということでまたやっていきたいと思います。はい、よろしく。1ヶ月に1回は絶対やろう。あ、眠たくなるよ。耳マッサージで眠たくなる。可愛い。いや、なんで？またやっていきましょう。